はねさん、こんにちは。あかんですよ。ということで、今日からですね、この数んづりが登場したっていうことで、この子の性能紹介っていうのをしていきたいなと思います。まず、まあ、この子はクレーコートでスターコート適性を持っていて、ストローグタイプとなっているんですけど、めちゃめちゃ性能ボリボリで、まず、まあ、この子をリーダーにしてあげると、スマッシュで返球でね、SS ゲージがプラス3%。で、試合中一定時間ごとにですね、指示戦設置することができるんですけど、これで相手が触れると必中5ダメージ。で、まあ、特殊状態中であればですね、この数が増加するんで、必然と相手に当たるダメージが上がるよというものになっていて、まあ、移動速度がプラス1 10それに相手が男性の場合ですねマイポイント20秒間未了付与することができるんでまあ早いとか遅いで返球したやつがダイレクトになるとなのでまあこっちがジャストで攻めていきやすいというものになっておりますこの次がなかなかいかつくてオートスキルでですよオートスキルで以下の効果を付与ということでこんなについてきます見切り習得不動一部状態異常無効副属性ストームの一部効果無効なのでつるつる効かないでしょでパラメーターダウン無効かっ移動速度を含むということでまあ神聖うつろの王ってねギミックに入ると 移動速度35になるんですけどまあ、それも効かないと。で、さらにですね、外部からの影響でパラメーターと移動速度が変化しないということで、まあ、テレシアがですね、パラメーターアップ無効みたいなのが付いていたりするんですけども、まあ、それも効かないと。で、まあ、強化特殊状態解除も受け付けないということで、結構やわくないですか。ただし、まあ、市場ポイントがね、10ポイント以上の場合は s s ゲージ増加量ってのがマイナス30%になってしまうんですけど、まあ、10ポイントってめっちゃ長引いた時の話ではあるんで、まあ、そんなに気にしなくていいかなと思います。でまあ、この子 s s はですね、超高速ショットなんで、 で、結構早くて、スタミナ200回復して、で、20秒間スタミナダメージ無効、で、40秒間特殊状態となります。で、まあ、このか SS 打った瞬間にですね、必中ダメージを付与することができる、まあ、空中型の衝撃が発生することができて、さらに SS 打球時と特殊状態中のマイポイント開始時、ワンポイントが相手コートの空間を、まあな、ちょ、読めないんですけど、なんとかし、一部のバウンド変化効果を無効化するということで、まあ、入れ間が効かないんですよ。ただし、まあ、ギミックによるバウンド変化効果は無効化できないという感じになっているんで、まあ、リリカギミックによるバウンド変化効果は無効化できないという感じになっているんで、リカのギ ギミッククととかやったら跳ねると、まあ、クレアで、誰のここととととててるるかかちょっっんんななないでですけどとりあえず今こんな感じになってるとでまぁ、あ、これの効果はですね、一部の打球を止める軌道を変化させる効果を無効化ということで、まぁ、あ、あの、普通になんかフェネッカとかでバーン飛んでいくやつも多分無効化できるでしょうし、あとまぁ、一部の打球を止めるっていうのは、あの、ラインズマン2号とかね、ギミック出してそこに弾止めてバーン返すみたいな感じやったと思うんですけど、それも効かないっていう感じのキャラになっております。で、まぁ、あ、この子、独自状態中はですね、バックハンドでアシストスインリアが追加。なのでエリアがちょっとだけ広くなってるイメージになっ で、それで返球した時にはですね、必中ダメージを付与することができる空中型の衝撃波を発生させることができます。なので、相手がまあ、スタミナダメージ向こうついてても、空中型ギミック向こうがなかったらダメージを絶対与えるようってものになっていて、で、まあ、これも割と早くて、C 速低バウンドショット打てることができるんで、まあ、これも結構良いと。で、まあ、ダイレクト向こうがあるんで、真ん中ら辺でスピンバンバン打っていて、スタミナ以外のパラメーターがプラス50%。なので、相手に当たるダメージが結構早くなるんじゃないかなと思います。で、まあ、あと移動速度もプラス15%なので、まあ、結構やばくない ですかね、まあ、とりあえずですねこの子ゲットしましたのでこちら使って試合やっていきたいなと思いますこのチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので興味がある方は是非チャンネル登録してくださいはいというわけで1戦目やっていきたいなと思います相手ネタ2戦で幻想コルネとチハヤとあとま MVP 四郎がいるっていう感じになってるんやけど珍しいな全然なんか普段ん見いひんようなキャラたなちな気がするんやけどとりあえずまあこの子初手から使っていきたいなと思いますよいしょの、まあのラケットああれですね得点した時にあの SS ゲージが25%プラスされるみたいなや,つやったかな、はあ、い,いね。なんか、1000みたいなあるんやけど、これでまあ5ダメージずつ与えるって感じになってる。だから、通ったら、まあ、結構すぐダメージ入るみたいな感じなんかな。だから、特殊状態中だったらいっぱい出るんやけど、まあ、それでロブとか上げようもんだな、相手はもうなんか5、5、5、5みたいな感じで。まあ、20ぐらいは毎回入って、打球ダメージも結構大きいと思うんです、それも結構いいんじゃないですか。で、まあ、この子はですね、オートスキルで不動がついているんで、まあ、この MVP 白に流されることもないんじゃないかなと思います。とりあえず、ーンやって早いね。やっぱ ヘリをやったら早いと。で、まぁ、あ、SS を打ったらこんだけで、ね、シャシャシャーって通ってるかなと思うんですけど、まぁ、あ、これでダメージ与えるって仕組みですね。で、まぁ、あ、こっからですね、ここれで打ってみる。あ、待って、思ってる、短いなんやこれ後ろの方しかないんけ。へへ、ややこしいな。普段やったらなんか、これって、あの、スインゲリアと縦幅一緒なんですけど、まぁ、あ、そんなことはないって感じなのね。了解了解。はいはい、これで。で、まぁ、あ、B も効かないと、もちろん。ちょ、待って。<laughs> <laughs> ちょっとなんかエリアがなんか違うわ。表移とちゃうわ、ちょっと。じゃ、これは俺が悪い。じゃあ、<laughs> いや、でもここだけで振っとけばいいだけやから。オッケー。で、まあ、結構ダメージ入ってんね、相手。よいしょ。あれ、ちょ、全然この子で返す難しくねちょっと頑張ろう。相切が。これやっていける。OK。おいいね。あ、このなんかう、う何入った瞬間に返すタイプなのね。なるほど。じゃあ、バイバイ。ちょ、負けるやん。ちょ、<laughs> これ横のやつで返すの、ちょ意識せんと戦うわ。ちょっと相手の、これ速い球だけ取るの意識していくわ。 一節ボーンやって。いいね。<laughs> いや、結構ダメージ入んな。俺別にさ、これ、ギガスループスとかにしてなくて、このダメージ量は結構優秀やと思いますね。で、ギガスループスやとね、あの、スンギリアアップするみたいな恩恵がね、得られなくなってしまうんで、まあ、個人的には、あの、ミラケットとかのお墨やったりするんやけど、こんなにダメージ入るんであれば、まあ、ヘリオブライトで十分な気がしますね。これ、スロットスキルも別にダメージね、上げてるわけじゃなくて、え、製造でアップでこれなんで、優秀だと思います。よいしょ。 いいね。85も入ったら十分よ。あ、ちょ、これさ、<laughs> いつもの癖で悪いわ。これ、こここ気ぃつけなダメですね。左上ないんで。はい、ということで2戦目やっていきたいなと思います。まあ、次はですね、このテレシアに勝てるのかっていうのを試していきたいなと思うんですけども。えっとね、えっと、なんやったっけあ、さっきのやつでも言うた通りですね。 あれがあるわけじゃないですか。パラメーター上昇封印が多分効かないはずなんですよ。なので、それで相手の体力を枯らしていって、かつ、まあ、テレシアはですね、不動はついてるけども、空中無効はついてないので、それでダメージ与えて800%には、あんまり達せないように、まあ、していこうというのがね、この頃作戦かなと思うんですけども。まあ、どうなんかなまあ、SS 結構早いから、まあ、それで決めていくのと、低バウンドの、なんかアシストで決めていくみたいな感じなんと、まあ、複属性ストーム向こうなんで、ツルツルも効かないと。なので結構意識した性能なんじゃないかなと思うんですけど、あれ、でもパラメーター上昇封印 のマーク入っててんなこことはれえ、じゃあ、何んのための性能あれなんか、わざわざ2個同じような感じの文章をいっぱい書いてたかなと思うねんけど。で、これでファコーンってやって。いいで定番のたまに使えると。で、58ダメージか。いや、これなんか相手の体力回復とか上回って800%ぐらい。全然いけそうな感じするけどな。大丈夫かな。<laughs> で、まあ、これね、あのー、後ろの方しかアシストないじゃないですか。これによって、まあ、左側に流れていくさ、ヒエンとかやったら、このスンゲリアをちょうど抜けるような感じでなんか返してきそうです。すごい怖いんやけど。まあ、それ慣れ次第の問題なのかな分かれへんけど。よいしょ。 これで、まあ、ノーバンスピンがあるからここでもスピン打っていけるよっていう説明をしようと思ったのにまあ早いで返してしまったって感じだねさっき <laughs> よしあでかつ、まあ、相手は800%にもし、まあ、達することができたらですね低バウンドがついて球が速くなるわけじゃないですかでまあこのねあの神崎香りは低バウンドも無効化するという性能を持ってるんでまあそのままね低バウンドなんか怖くなく、まあ、普通に戦っていけるという感じになるんやけど、まあ、相手のねあのスマッシュめっちゃ速い極限スマッシュ並みなて800%全然なってるやん だからめっちゃ早いから、むしろ低バウンドじゃない方が、スマッシュとか取りにくい説が俺の中ではあるんやけど、どうかな次一回ローブ打ってみようか。ローブ打って、はいはい、ああ、普通に終わってる800%。まあダメージがね、あのー、こうやって入っていくから、どんどん。まあそれで800維持するのはちょっとあれかもせえへんけど、一応1000%までね、回復可能って感じにはなってるんで、また SS 打ったり、アナザーアクション打ったり、ドリンク取ったりしたら800、800%には、まあすぐいけるかなとは思います。はいはい、これで、あ、はい800なったんちゃうあ、待って、これ低バウンドです、見ようぜ ああ、こういうことよ。おもろいね。<laughs> で、これでロブ打ったらどんな速度で飛んでくるかっていうと。い <laughs> やあ、でも取りやすいかも。やっぱロブロブができるな、これやったら。取れる取れる。うん。いくら早くても対応できると思ったんやけどな。<laughs> ちょ、これアシストエリアがちょっと慣れる。ほんまにさっきから何回も言ってるから、これがすごい慣れるかどうかってところあるかなと思うねんやけど。これ SS で決めたい。いやあ、えー、いや、これデイバウンドじゃない方がさ、そこに留まってくれへんから、取ラれエンジゃさんねんけど。 どうな今クレイで一番強いテデリシアやと思うでいいけどさ、じゃんけん的な要素で考えると。いやー、どうなんすかこれ。あー、やべいやべいやべいこれで、はい、取れます。低バウンド効かへんのは結構優秀ですね。あー、これアシストエリアでもロブとか打てんのかな今アシストエリアで打ってんな、多分ロブ。よいしょ、取っていきました。はいはいはい。で、で、<laughs> やばいやばい。えい、ー、怖い怖い。タょ、球さ、低バウンドの方がなんか、 <laughs> 気持ち楽な気リする <laughs> SS どうかこういう時になっちゃうオッケーどうだからまあでもテーマアウなんかまあうざくはあるからまあどうだからでまあ続いてはフェネカと戦っていったんですけど、まあ、この子と SS 打ったらさあのバウンド変化効果を無効化にするっていう性能がついてたんですけどなんかフェネカの友も全然入れ番するんですよねなんかギミックにより入れ番は無効化しないみたいなの書いてたから、まあ、それはあれかなと思ったんやけどなんか今もちょっと変な感じじゃないですかこれとか次とかもう完全に入れ番してるんで これがバグなのか、普通になんか、性能上の穴なのか、ちょっとよくわからないですけど、まあ、こんな感じになってて、かつ、あえて空中無効もついてるんで、ダメージも入らないんで、まあ、今の段階ではフェネッカーには全然勝てないかなとは思いました。で、まあ、テレシアに対してはですね、まあ、ツルツル効かなかったりだとか、 800%いった時の定番ウは効かないものの、弾がめっちゃ速かったりだとか、SS の頻度とかそのままって感じになってるんで、割と互角かなって感じはしましたね。なので、まあ、あの、インデックスでもね、テレシアって勝てるんで、ま、それを考えると、ま、第1弾の方を引いた方がいいかなとも思ったんやけど、どうなんかなもし、ま、クレイが弱いのであれば、でもどうなる今の環境においてこの子が誰に対して使うのかっていまいちわからなかったんで、よかったら皆さんの意見とかも聞かせてくれたらなと思うんですけど、今の初日の俺一人、個人のね、見解としては、めっちゃ強いって感じ じゃあ見受けらられへんかかったから、まあ、テイバウノのキャラ今別にいないですしラインズマニオンももちろんいないって感じになってるんでね。まあ、というわけで、まあ、この辺でお別れしたいなと思いますということでまた皆さんお会いしましょうバイバイ